今のデータアナリストの仕事をする前は天文学の研究とデータサイエンティストの仕事をしていました。このキャリアチェンジの軸にあったのはスキルの横展開だと思ってます。特に今のキャリアのベースになっている天文学の研究をできたことは中央大学の環境がとても良かったんだなと感じています。大学では太陽の表面だったり他の星の表面で起こる爆発現象フレアについて研究してました。中央大学の物理学科にある宇宙物理学研究室ではこのフレアの研究を極める環境が整っていました。私はこの研究室が所属している国家プロジェクト国際宇宙ステーションに搭載されているマキシという検出機の運用チームでデータ分析とその運用を行ってきました。この観測装置は理化学研究所と JAXA が共同で運用しているものになっていて、その縁があり私は博士課程の間理化学研究所の研究員として研究に参加することもできました。研究が発展していく中で理化学研究所の研究員をやりながらアメリカの NASA ゴダードスペースフライトセンターの訪問研究員もやらせていただきました。1年間 NASA の研究所に滞在してこれの間は理化学研究所と NASA をつなぐ国際プロジェクトこれを推進する動きをしていました。立ち上がったばっかりの状態で日本のメンバーとして NASA の方に参加することになったので日本とアメリカの架け橋になる仕事の仕方だったりリモートで国際的に動くそんな経験をさせていただいたのも今のビジネススキルに大きく生かされていると思ってます。そんな研究をしながら博士論文を書きそしてその後のキャリアを考える中で私はデータサイエンティストへのキャリアチェンジを考え始めました。他から見るとこれは大きなキャリアチェンジに見えるかもしれませんが私の感覚は当時からあまり大きな変化ではないと思っていました。データサイエンティストには2つの大きな軸があると思ってます。一つはビジネスの現場現場で変わるドメイン知識と呼ばれる部分そしてもう一つはデータ分析のスキルの部分です。データ分析のスキルは天文学の研究をやっている中で天体の分析をする上で非常に重要なスキルだった。そして天文学の研究の中で AI 構築をしていたのでその経験から分析スキルに関しては問題ないと思ってました。その一方のドメイン知識については宇宙からビジネスの現場にここを大きく転換させないといけないと思ってました。しかしデータサイエンティストはそもそも関わるビジネスによってドメイン知識を大きく変えていく必要のある仕事だとも認識していたのでこの部分はデータサイエンティストとして必ず必要になると思って特に問題視はしていませんでした。なので天文学の分野からデータサイエンティストに行くここには大きな不安は私は感じてませんでした。天文学の研究の分野からデータサイエンティストに切り替えたファーストステップとして私はアライズアナリティクスという会社で勤めさせていただきました。この会社は KDDI とアクセンチュアという外資のコンサルティング会社の合弁会社です。この会社を選んだ大きな理由の一つは通信のデータが触れるということです。日本国内で一番データが豊富に揃っているのは通信です。その通信のデータを触りながらデータサイエンティストとしてのスキルを磨いていけるこの現場が非常に適しているのではないかと考えて私はこの会社をファーストステップとして選びました。このキャリア選択は振り返ると非常にいいものだったなと思っています。コンサルティング会社が持っているビジネススキルを吸収できたし巨大な通信のデータセットを使ってデータサイエンティストとしてのスキルを磨くこともできたと思っています。もう一つアライズアナリティクスの面白かったポイントは会社の中にデータサイエンティストがほとんどを占めているということです。データサイエンティストしかいない環境の中でアカデミックからファーストステップとしてアライズアナリティクスを選べたのは非常に良かったかなと思っています。ここから音声配信のポッドキャストだったり宇宙スタートアップで働くサイエンスライターとして仕事をするこういった横展開もしていきながらデータサイエンティストとしての仕事の幅広さを身につけていきました。いろんな仕事をする中で見えてきた知見が
ギュッと凝縮して今の DNA でのデータサイエンスの仕事につながっています。このような経験ができたベースにあるのはやはり天文学の研究で、中央大学での研究生活、この研究生活が今の僕のスキルの支えになっていると思ってます。なので中央大学で研究をする、いろんなことにチャレンジするっていうところには無限の可能性があると思ってます。 DX 人材としては幅の広い知見っていうのが最終的にものすごく有利に働くことがあります。なので一つのことに集中しろ、そんな古臭い考え方を押し付けられるところには反発して、幅広い知見、そしていろんなことにチャレンジしていきながら唯一無二の DX 人材に皆さんにはなってほしいなと思っています。